こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、無駄遣いの話をしようかななんて思います。まあ人生でね、最も愚かな〇〇の使い方っていうようなね、そんなことで〇〇っていうのはね、何かって皆さん何だと思いますかね。まあこれね、無駄遣いっていうとね、お金の話だと思うんですけど、実はね、お金じゃなくて、まあ〇〇にね、入る言葉先に言ってしまいますと、まあ時間ですよね、時間。まあ時間ってね、何かって言ったらもう、命と一緒ですよね。もう運がね、もうあとね、残りわずか、もう生まれてからね、死ぬまでのね、この、時間、もう限られた時間、これをね、無駄にね、使ってきたなって自分でね、もうこれ反省の意味を込めてね、ちょっとね、皆さんにね、気づいてもらいたい。時間の大切さっていうものをね、気づいてもらいたいななんて思うんで、まあ最後までね、もしよかったら聞いていただければと思います。まあこれね、自分の経験をね、話すような、そんなね、内容になってしまうんですが、まあ自分はね、まあこのね、ビジネスっていうものをね、始めるまで本当にね、時間の大切さっていうものにね、全く気づいて いないで、もう本当にね、無駄な時間をね、まあ過ごしてきた。まあ休みの日って何してるかって言ったらね、一日中寝てた。それでね、まあ朝のね、休みの日の流れをね、説明すると、朝ね、まあ一回起きて、まあお腹すいたみたいな感じでね、朝ごはんをね、まあ歩いてね、近くにね、コンビニとかあればそこにね、コンビニにね、パンかね、なんか買いに行って、それでね、食べて、そしたらまたね、今度ね、また眠くなってきて、それで、じゃあ二度寝するかって言ってね、またね、寝てしまう。それでね、お昼頃に眠くって起きてきて、またね、お腹すいたって言ったら、またコンビニ行ってね、弁当を買ってね、それで昼ご飯食べるみたいな、昼の弁当食べて、それでまたね、眠くなってきたなーなんて言うとね、また昼寝をして、みたいな、そんなことでね、また寝て、なんて。それで夕方頃からね、やっと眠くってね、まあ、動き出して、それでね、まあ、洗濯したりとか、まあ、何かね、ちょちょってして、それでね、次の日から、まあ、次の日の休みの分まで、ね、ちょっとお惣菜を買いに行くっていうようなね、そんなことをしてるんで、まあね、お惣菜を買いに行って、お惣菜買ってきて、そこでね、またお弁当なんかをね、買って、それでね、夕飯のね、お弁当を買って、それで帰ってきてね、それを食べて、それでね、まあ、遅くまで、まあ、ずっと寝てるんでね、なかなか寝れずに、まあ、1時とかね、そのくらいまで起きていて、それで、まあ、ね、なんのね、することもないから、テレビを見ながら、それで、まあ、1日がね、終わってしまう。それで、また次の日からね、まあ、やだやだって言いながらね、仕事に行っていたっていうようなね、そんなね、ことをずっと繰り返してきました。まあ、本当にね、今のね、職場に入って、まあ、ドライバーっていうのをやってた時は、もうずっとそんな生活して、どんだけね、無駄な時間をね、過ごしてきたんだろうなんて、そんな風に思うんですけど、でも、今ね、よくよく考えると、その無駄にしてきた時間は、無駄ではなかったっていうね、まあ、こうやってね、発信できるとき、過去のね、自分のね、そういった経験があるからこそ、こうやってね、発信できる。無駄な時間を過ごしたけど、無駄ではなかった。でも時間はね、本当にね、無駄な時間って、まあ、1秒たりともない。本当にね、大切なね、時間。だけど、無駄に使ってきたけど、それは無駄ではなかった。もうね、自分でもね、何言ってるかわけわかんない。無駄みたいなね。なんかね、何言ってるかわかんないけど、本当にね、無駄な時間ってね、本当に、今一瞬一瞬のね、時間、本当に無駄な時間、1秒たりともない。本当にね、もう死に向かってね、こう進んでいるっていう、そんな時間なんで、無駄な時間はね、1秒たりともなくても、でもね、なんかね、まあ自分もね、今もね、やってしまうんですけど、例えば、TikTok ね、こう、ショート動画見出すと、もうずっと次から次にね、こうなってスクロールしてね、面白いのが目に留まると、まあそれをね、見入ってしまってっていうの、時間、あっという間にね、1時間、2時間、過ぎちゃったなぁなんてね、それでね、布団潜ってからも猫なんてね、見たりして、それでね、睡眠時間がどんどん減っていってしまってみたいなね、それで翌朝、昨日見なきゃよかったね、もっとね、早く寝ればよかったみたいな、そんなね、ことをね、反省したりとか、そんなこともね、まだまだたまにね、あるんですけど、そんなね、時間をね、無駄にするっていうのはね、すごくね、もったいないなぁなんて思うんで、まあ本当に1日10分でもね、いいんで、なんかね、学びの時間にするとか、まあ本を読むとか、まあ本当にね、テレビをぼーっと見たりとか、YouTube をね、ぼーっと見てるっていうようなね、そういう時間ってね、本当にね、自分はね、もう、
ね、ここと、ね、甲子園に、ね、向かって動いているその時間っていうものをね、ちょっとね意識してもらいたいなと思います。本当にね、自分はね無駄な時間をね過ごしてきた。だけどその時間は無駄ではない。本当に無駄な時間は1秒たりともない。でも無駄にね過ごした時間もね、本当に大切なね時間っていう、まあ自分のね経験にもねなったっていう。でもだから無駄じゃなかった。でも無駄な時間だ。もう本当にね、これね、自分でもね、こうなんかね、無駄じゃないけど無駄なことをしたけど、でも無駄ではないけど本当に無駄な時間はないなっていうようなね、そういうね、もうちょっとね、何言ってるのか分かんなくなってくるようなね、そんなね感じなんですけど、まあ本当にね、無駄遣い、まあ、お金じゃないです、時間のね無駄遣いっていうのはね、本当にね、中でもう自分のね命と考えると本当にねできないなーなんてすごくね思ってしまうんだけど、でもねそれをねまだやって、自分でもねまだやってしまっているっていうことですので、まあちょっとね自分にもねこう言い聞かせるためにはね、ちょっとねこの動画撮ろうかななんて思いまして、ちょっとね撮ってみました。皆さんね何言ってるのかね、無駄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 しか無駄しかね、ちょっとねね、なんか残らなかったなんていうふうなね感じになってしまったかもしれないんですけど、無駄な時間はね1秒たりともないですよっていうようなね、そんなことをねちょっと伝えたかったので、まあこの動画を配信撮影してみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。